風呂機能の差し水について説明します。浴槽のお湯の温度を下げたいときに使用します。約15リットルの水を足します。設定は風呂リモコンを使います。手順を説明します。リモコンの扉を開けます。差し水ボタンを押します。差し水を開始します。終了は表示画面と音声でお知らせします。差し水を終了しました。差し水を中止するときはもう一度差し水ボタンを押してください。差し水を中止します。